老王神社は、千葉県匝瑳市西尾にある神社である。式内社で、旧社格は郷社。香取神宮の祭神、京都主命の御神旭古命を主祭神とし、岩頭男命、岩頭女命、国の床たちの命を廃止する。その他、物部障子を祭神とする説もある。社伝によれば、崇神天皇7年の創建である。延喜式神名帳に、下総国匝瑳郡同備神社と記載され、商社に列している。下総国の内下海上国造の領域の式内社は、当社の他は香取神宮のみであり、下総国匝瑳郡総社とされた。当社の鎮座する匝瑳郡は、物部障子の坂東を制した功勲により、建郡されたとされ、障子の子孫を称する物部匝瑳氏が、足継ぎ、熊井の氏、松上の三代にわたって、鎮守将軍に任ぜられるなど、常陸国志野田郡と共に、物部氏との深い関係が伝えられる。また、香取神宮の摂社に、匝瑳神社があり、この摂社の作り替えは、古くは、匝瑳郡の役であったともされる。さらに、当社の士官は、香取氏であり、私、国を、みちのく国陳所に献じた功績により、外従御医下を授けられた、香取連500島は、匝瑳郡に居住したとも、あるいは年老いて、大値木を辞した後、匝瑳郡に引退した、ともされ、香取神宮との関係が伝えられ、香取神宮と物部氏との関係も解かれる。昭平24年に社殿を焼失し、千葉氏によって再建された。以降、千葉氏の保護を受けたが、千葉氏の衰えとともに、当社も衰退した。明治6年10月に郷社に、列閣した。社殿の後方左側には、市指定の天然記念物の神木杉がある。ありがとうございます。